亀さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、ブルックナー交響曲第7番今日で第1楽章最後の解説動画となりました。5回目の今日は363小節目から残り全部を解説していきます。363小節目からまだ例のリズムの形が出てきます。で、ここはもう当然ポジションを説明しておきます。で、最初は第2ポジションからスタートして、ゲーはベース線で押さえていきます。で、ゆっくりいきますと、ここまでまとめて取った後で、ビスでハーフポジションに移って、あとはもうデー線1本で取れる形になります。もう一度言いますと、ここまでこのような形になります。そしてその次の小節はもう第2ポジションでまとめて取ることができます。ゆっくり言いますと、最後だけ弦の2分になります。で、ここだけ音間違えないように注意してください。367小節目からも音は変わりますが、ポジションは第2ポジション中心に取れる形になります。ここもゆっくり弾きますと、ここまでまとめて取った後、ディスからハーフポジションに移って弦線1本で取ります。で、369小節目からピアノ3つ、音は変わりますが、ここまではまとめて取りまして、2拍目の裏拍の弦は配布を使っていただいて構いません。ここまでこのような形となります。続いて372小節目から説明していきます。で、最初の S はここはアーセンからスタートするようにしてください。で、1で取ってポジションを変えずに、アスまでまとめて取った後で、Gはポジションを1つ戻してD線で1で取ります。また第3第4の中間ポジションに戻って取ります。その次の小節も同じですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして373小節目は2拍間を全て同じポジションで取ることができます。で、最初を例で挙げますと、で、ゲスからアーセンで1で取った後、このデスとゲスは44と取っていただきたいと思います。で、あとは41と取ります。3拍目から始まる F の2拍も同じ形で144141と取っていただきたいと思います。ゆっくりしますと、このような形ですね。で、その次の S の2拍も、ですも、ここはこのような形で取っていただきたいと思います。もう一度371小節目から今の場所までゆっくり通して演奏します。正に変わっている以外は同じ音になります。で、ここも第1ポジションでもまとめて取るようにしてください。で、下の A で途中に出てくる D はいつでも開放を使っていただいて構いません。続いて379小節目からまずボーイングを説明していきます。で、ポイントはその379小節目から2小節間ですが、途中の1拍目から2拍目にかけて同じ音で続く部分があります。で、これをこのようにアップアップと続けていただいても構わないんですけども、少し難しい部分もありますので、この部分を今弾きましたようにアップダウンと切っていただいて構いません。で、それ以降のボーイングはアップから入って、で、4拍目の形はもう切っていただいて構いません。それダウンアップと弾いていただきたいと思います。まずこの2小節間をゆっくり弾きますと、この2小節間はこのようなボーイングとなります。381小節目からポジションを説明していきます。で、最初の S はハーフポジションからスタートして、アスまでまとめて取って、ベーとツェを1、4と取っていただきたいと思います。で、F からもうハーフポジションに戻って、で、この次のベーから1、4で、デーと S を2、4で、次の F、次の小節のゲスを2、4と取ります。ここまでゆっくり弾きますと、
83小節目のポジションですが、ゲスは4で取ったとポジションは変えずに、オクターブ下がったゲスを合わせて、デスは冷静で取ります。でポジションは変えずに F とゲスをうーんと取った後、次の8分布の S で、4で戻ります。でレースになりますので、次4と取った後でセスは2で取って2、1と取る形になります。この小節をゆっくり弾きますと、この小節はこのような形となります。384小節目ですが、ベから一気に跳躍して上のアスは3で取ります。で親指ポジションから使える方は F を親指で取って0で、ゲスの1で取って0、1、3とまとめて取ることができます。で親指ポジションが使えない方は F、ゲスを1、1と取っていただきたいと思います。ゆっくりいきますと、で今取っていますように F で4と踊ります。あとは1、4で2、1と取る形になります。ゆっくりいきますと、ここまでこのような形となります。385小節目ですが、一番上の R は3を使います。でオクターブ下がった R は、セオリー通りでしたら1で取っていただきたいんですけれども、少しポジションに無理な形が出てきてしまいますので、ここはあえて親指で取っていただきたいと思います。でもう軽く触れているだけで十分になりますので、無理に押さえていただく必要はありません。で真ん中の A は2で取ります。このような形となります。でその次は第7ポジション でリスと R を2、3でフィスで第5、第6の中間ポジションに戻って4で取ります。であとはゲーセン1本で最後のフィスだけゲーセンに移る形。もう一度383小節目から今の場所までゆっくり通して演奏します。ここまでこのような形となります。387小節目からですが、大抵の指揮者ではここからテンポがゆっくりになります。でここのボーイングはオーソドックスに弓銃で弾いていただいて構いません。で次の小節のポジションですが、ここはレスとエスがスラでつながっていますので、ここはアーセン1本で取るようにしてください。あとはこっちの弓銃ですね。最後のこのダウンのこの A の伸ばしも今のように弓先で終わるようにしてください。413小節目からはトレモロが続いていきます。で最初はピアニッシモになりますので、根元ではなく少し真ん中より先で弾くようにしてください。で421小節目からオクターブでの A になったところからクレッシェンドが始まっていきます。ピアノからクレッシェンドが始まって、最終的にはフォルテ3つになりますので、あまり最初から飛ばしすぎると最後のフォルテ3つが持たなくなってしまいます。でまず最初は抑え目にして、最後の小節の A がフォルテ3つでしっかり弾けるようにペース配分を考えていただきたいと思います。はい、第一楽章は最後まで解説させていただきました。363小節目からの例の形はこの部分に限らず第一楽章随所に現れますので、まずインテンポで練習することはせずにゆっくりしたテンポで練習するようにしてください。ポジション取りに難しい部分はいきなり弾くことはせずに、この左手の形がしっかり作れていることを必ず確認する練習も行っていただきたいと思います。第一楽章の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。